え、めっちゃいい感じね。恥さらし。こんばんは。なんか料理するんですけど、冷蔵庫の余ったもんで適当に作っていこうと思うんだよね。何がありますかね。この辺をね、この辺を使って、これも使うよ。あのね、安丸出汁のちょっと話なんですけども、この緑ね、この緑が塩分がね、かなり控えめなんですよ。なんで使いやすいよ、緑がね。うん。他のはね、結構塩分があって、ちょっと調味料を調整しなければならんんですが、というわけで、ちょっと、いろいろあるね。もやし、ネギ、まあいいや、この辺。どうしよう、先生。ぴょんこ先生、何食べたいの？ぴょんこ先生、何が食べたいんですか？お任せしますっていうのが一番困りますよ。これ肉、肉があるね。野菜炒めでいい？もう今日疲れてるんだよね、僕ね。野菜炒め作るよ、じゃあね。余り物料理ドキュメンタリーってね、ことになっております。それでは、レッツクッキングタイム。みじん切りも作っとこうか。ジャバラ切りでね、ジャバラ切りをしとけば、やりやすいんですよ、やっぱり。ジャバラ。ジャバラ言うてますけれども、こういう感じで、こういうのやってね。これでこうやって、ね、こうですね、こういいですよ。こういうことですね。これ全然ここ切ってた。ここ映してほら、ここ。ついついなんか初代あの仮面ライダーの敵のヒルカメレオンの笑い方をしちゃいましたよね。何ですか？食べやすい。一口だね。切りますから、はい、肉は。え、こんなもんですよ。そんなにいっぱい作ってもね、あれですから。で、これね、もやし、もやしの方が。本当にノープランなんだな。餃子、餃子入れる？餃子。塩。あ、生姜。ちょ餃子のこと生姜って言ってましたから、やっぱり。生姜のこと餃子でしょ。めちゃめちゃ疲れてるから、雑ですよ。まず肉に、ね、紹興酒、紹興酒をグリッとグリッといきまして、グリッツグリッツ、塩コショウを軽く、ここで一回揉み込みますね。でこのね、紹興酒がね、全部馴染むまでこうよくね、揉み込みます。これをね、中華料理ではちゃんと言いますね。で、そしたらここに片栗粉ね。これ片栗粉入れるのは肉の水分をね、閉じ込めるために入れるんです、やっぱりね。これでさらにこうね、こう混ぜていきます。でもこれだけでもいいんですけれどもね。これでまあ結構十分肉はジューシーに仕上がりますけども、ここにですね、本来は、卵白ですね。卵白を入れてさらにこう、揉み込んでいくんですけども、今日はめんどくさいのでやりません。だね。はい、はい、こんなもんかな。戦場みたいになってますね。なんかインドの屋台の裏みたいになってますけれども、気にせずやっていきます。それでは、早速やっていきたい。まずは、中華鍋をお使いの奥様、中華鍋、鉄製の鍋ですね。鉄製の鍋をお使いの奥様に関しましては、まずこの油流しという作業が必要になってまいります。これを怠るとですね、肉がものすごいこべりつきアドリアーノみたいな感じになります。で、これ煙が出てきましたら、煙出てますか？出た。出た、言ってますけど。煙出たら、このちょっと油をね、こうダーッと入れます。入れまして、これね、こう鳴らしていくわけですよね。ものすごい洗濯機の音がしてます。これがジャパニーズ家庭料理です。でちょっとねこう分かりますか、こう油が出てきました。油が出てきたらこれを一回ねこう捨てます。で捨てたらもう一回戻す。これめんどくさいんです、中華料理ってのはね。でここでですね、新たな油を引いていくわけなんですね。いいですか。でこれちょっとね、ちょっと火が強いんで、これ火を弱くしまして、でまずこれにん、生姜、長ネギの刻んだやつ、これをバーン、にんにく、こんなもんかな、
これをね、ちょっと炒めて香りを出していきます。でちょっと辛くしますんでね、これ四川豆板醤ね、これをちょこっとね、あんまり入れると翌日お尻が爆発しますんで、ね、これね、こう豆板醤とかね、このジャンというのが作るものはこうよく油で炒めることでね、香りが出ますから、いいですか。そしたらね、もう肉ここに入れてこ、ちょっと油が少ないんでね、油足しますよ。これ中華は油はもう怠ってはいけませんよ。ほら全然くっつかないんですよ、これちゃんと油の中でいってるからね、うん、肉に、まあ、8割ぐらい火が通ったらもう野菜入れちゃいます。そしたらね、取ってる、うん、ネギでもね、もうここで、はいはい、おやつ、もやしはね、もうすぐ火通りますから、ここでもうすぐさま味付けをしていく。まず醤油、鍋肌に味の素で、ね、今日はこの緑の方、さっき言ったようにこれ塩分あんまり関係なくなるんで、これを使っていく。この緑はね、使いやすいよ、塩分がそんなにないんでね、同じこと言ってるだけか。これをちょっとパラパラっとやっとくとね、香りが全然違いますからね、うん、ね、この辺でもう肉に完全に火を通していく。そしたらもうね、ここにはい、じゃあここでね、私はこれ入れます、みりん。はい、でこの辺でちょっと味見します。うまっ。でね、この肉に片栗粉をまぶしていることで、この周りの片栗粉がこの野菜から出た水分となじむことでね、この野菜のドリップ、水が出るのを防ぐんですね。これ全然水出てないでしょ。これで OK でございます。完成、完成。違うか、タバコが映ってる。え、めっちゃいい感じね。もう立体的にね、盛るとより美味しそうでございますよ。美しいね。でブラックペッパーね、はい、これで完成でございます。美味しそうでしょ。美味しそう。はい、あ、いいですよ。なんてったってアイドル、なんてったってアイドル。お箸をもらえませんかって言ってね、言ってますけれども、はい、はい、おはよう。おはようございます。おはようございます。どうもどうも。で、このなんかこれなんか悪の組織のこの息をこう処理する人みたいな感じでね。違いますか。そうですか。それでは本日は、業務スーパーの、70円ビール、こちらでやっていきたいと思います。なんてたってアイドル、なんてたってアイドル。もうね、もう空元気でいきますよ、今日は。やっぱりもういろいろあるからね、人生はね。はい、最高。先生も乾杯しますか。乾杯。はい、オープンねー。乾杯。恥さらし、恥さらし、うまっ。先生、食べなさい、うん、やってる、うん、それではいただきたいと思います。
ああ今日はねちょっといろいろ忙しかったのよ。うん、いただきます。うめえ、うまい。ちょっとね濃い味にしたんでね、お酒に合うように。今日はね昼ご飯珍しく食べて王将行ってきたんですね。うん、もう飛んだ中華おじさんですね。王将からの野菜炒め中華風、あの休まれたしない人はあの本だしね、顆粒のあれちょっと入れるといいっすよ。ああいうのをね、あのこの入れると香りがやっぱねいいんですよ。うん、これ豚肉ねプリップリなんですよ。もう片栗粉打っとくのと打っとかないとってえらい差なんですよね。うん、本当はね普段はちゃんとこの卵白もやるんですけど、今日はちょっともう時短で、うん、でこの片栗粉打ってるから、さっきも言ったように野菜からね水分がね出づらいんですね。うん、うん、ちょうどいい。いやー、この放送をもちまして、本年度の、コイム TV 2022年度、のコイム TV 終了でございます。皆さん今年も本当にお世話になりました。ありがとうございました。まあね、いろんなことが、あった1年でございました。皆さんはこの1年どんなことが記憶に残っておりますでしょうか。うん、ね、まあ楽しいこともあったり悲しいこともあったりいろいろありましたね。うん、まあね、それでもこうね元気で美味しいものが食べれて、屋根のあるとこで眠れてね、お風呂に入れて、こういったね、幸せをかみしめながらチョス、かみしめながらチョス、かみしめながらチョス、生きていきたいというふうに思っておりおりまチョス。うん、どうしたんだ、何なんだ、先生も食べたまえよ。はい。なんだ今の深いため息は、何があったんだ今日。今日何があったんだっつってね言ってますけども、まあ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 ね、うん、これちょっと伝わりにくいけど、この鉄の鍋ね、鉄の鍋でなんでわざわざやってんのかと、こんな焦げ付きやすいし錆びやすいのに、鉄の鍋は焦げやすいんです。これが一番の魅力なんですよ。うん、焦げるイコールね、この食材のねこの色がこのちょっと俺茶色になるやつ、これをねメイラード反応って言うんですけど、そのこの香りは、人類、国籍とか関係なく全人類が美味しそうだと感じる匂いだということを言われておりまして、その香ばしい香りがねものすごい出やすいんですね。だから、料理にプロの方はね鉄鍋を使ってるんです。うん、私はプロじゃないけど使ってみたいってことで使ってるんですけどね。うん、でもいいよ鉄鍋です。ところでこの放送は何日になるのかな、クリスマス以前か以後か分かりませんけれども、もしクリスマスだったらハッピーニューイヤーじゃねえ、なんでクリスマスってなんて言うんだっけ、メリークリスマス、メリークリスマスね、クリスマスじゃないとしたら、良いお年をということになりますけれども、もうねちょっともう忙しいよ忙しいよ。
あのね、手際が悪いから忙しくなってるだけで、本当は忙しくないんでしょうけど、忙しいと思ってるよ。まあいいか、うん、まあそんなこんなでちょっと長くなってもあれなんで、こう大変久しぶりでなんかこうね慌ただしい動画になりましたけども、今日は、あのガチでカメラを回してから作るものを決めるというね会をやってみました。はい、調味料とかはね、勘なので、あんまりレシピとかっていうもんじゃないんですけど、そんな参考にならないかもしれないですけど、まあこんな感じで野菜炒め作ってみたらいいんじゃねえすかっていうことでね、皆さんもやってみてください。それではさようなら。あ、先生、今年最後ですから、なんか来年の抱負なんか言っていただいて。ありません。ありまっぺん、ありまっぺんって言ってたね。ありませんじゃなくありまっぺんって言ってたね。ありま記念じゃ。スコイムです、スコイムです、スコイムです。ものすごく大きい声を出せますよ。ありまっぺん。